夜セブンイレブンに行ったら6人の若者が通路を塞いで大騒ぎをしていました。割と日常茶飯事、糸島のちょっと嫌いなところ。さてちょっと炙ってみます。あ、柔らかいね、感じたよね。うわー、たっぷり明太子たっぷりです。こんな感じ。全国6200万人の YouTube ファンの皆さん、こんにちは。 YouTube 界のドンキホーテ宇佐美大です。今日はセブンイレブンでこんなもの買ってみました。断面はですね、こんな感じ。結構たっぷり入ってますね。明太ポテトクリームチーズ入り、ふんわり食感の白いパン生地に明太子ポテトを挟んだ惣菜パンです。ピリッとした明太子ポテトに濃厚なクリームチーズを加えてるみたいですよ。ではいただきます。うま毎回うまいとしか言えないんですけど、本当にうまい。あ、クリームチーズが効いてるね。このまま明太子で食べるより。コッペパンは日本発祥のもので、戦後給食に取り入れられてメジャーな存在になったそうです。昭和33年生まれの私なんかとっても懐かしい味です。このふんわり柔らかな白いパンがいいね。今日は1日パン食べていましたけど美味しかった。めったに宝くじとかそういった類のものを買わないんですけれども、3年ぶりにですねロト6買ったら当たっちゃいました。いいことが起こりそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。では皆さんごきげんよう。さよなら。いいね。